よく来たね。いた。ようこそ我が玉座へ。歓迎させてもらうよ。友明さん、黒幕登場ってわけか。その後ろにいるのが天使型、いいえ、四天使のグリムグリード。さすがに驚いただろう。グリムグリード、絶火の四天使、彼女にはそう名付けたよ。友明さん、一体どういうことですか。こんな形で災厄を起こし、罪なき人を巻き込むなんて。全てはこの時のためだったのさ。グリムグリードの制御、不可能を可能にする究極の術式を完成させたのはね。制御ですって。そんな、ありえません。それは異界が現れてから誰も足を踏み入れていない領域、いえ、踏み入れてはいけない領域だったはず。ふん、建前上はね。しかしグリード、かの者たちの持つ未知の力には無限の可能性が秘められている。異界の利用を目的とするゾディアックの一派においては密かに研究が続けられていたのだ。そしてつい最近になって、その研究は一つの実を結んだ。すなわち、人と結びついた怪異ならば意のままに制御できる可能性をね。結果はこの通り、見事大成功というわけだ。データベースから君の資料を見つけた時は正直心が踊ったよ。仮説とそれを実証しうる可能性の両方が目の前にある。そして魔女の実験を踏まえ、ようやく計画を実行したわけさ。魔女って、まさか。あの霧の事件にも噛んでやがったのか。得意点となった童話を誰が持ち込んだのか謎だったけど、データベースの改ざんも含めて全部あんたの仕業だったわけだ。なめた真似してくれるじゃねえか。どうしてそんなこと。曲がりなりにもあなたはゾディアックの一員として力を尽くしてくれていました。それなのにどうして。それは君が一番よくわかっているはずだろ。所詮ゾディアックにおいてミクリアの名など格落ちもいいところさ。君との縁談にしたって北斗グループにおけるアトメ争いの茶番でしかないわけだからね。それはだが、見るがいい。誰も成し得なかったグリムグリードの制御という偉業を僕は成し遂げた。この技術さえあればゾディアックにおける地位は揺るぎないものとなるはずだ。ミクリアの十二企業入りも決して夢でないレベルでね。あなたはそんなことのために私を利用したの。久我山、ゾディアックとか詳しいことはわからない。でもさっきから聞いてると、あなたの野心とか野望とか、そんなことのために私を利用したってわけ。それの何が悪い。アイドルなど
文字通り偶像でしかない。そんな何も実を結ぶことのないくだらないものとはわけが違うのだよ。むしろ誇ってほしいくらいさ。僕の待望の糧となれたことをね。てめえ、よくもそんなこと。よくわかった、あなたがかわいそうな人だってことが。何？アイドルはくだらなくなんてない。何も実を結ばないなんて一度も見たことないから言えるのよ。だから教えてあげるわ、アイドルの思いがどれだけ強いかをね。娘か。よく言った久我山。ああ、いい単価だぜ。リオンさんの思い、きっと届けてみせます。まあ、たまにはこういうノリも悪くないね。 XRC としてケリをつけましょうか。組織の身内の不始末、この手で注がせてもらいます。揃いも揃ってコケにしてくれるじゃないか。いいだろう、おしゃべりはここまでだ。君たちには僕の待望の最初の糧となってもらう。絶火の四天使よ、力を見せつけてやるがいい。力はそんなものじゃないはずだ。あいつらを八つ裂きにしてしまえ。トモアキさん、なんだ、どうしていきなり。これは暴走している。なぜ命令を聞かない。僕の技術は完璧だったはずだ。こんなはずじゃ。おい、リオさん。大丈夫、心配しないで。怖がらなくていいよ。ゆっくりお休み。ララ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 。こいつは。ララララ。子守歌。
ここは病院のエントランス。戻ってきたのか。リオンさん、ひょっとして。うん、彼女自体は消えたわ。力そのものは私に戻ってきたけど。そうなのか。リオンさんの霊的な部分と結びついていたみたいですから、完全に消すことはやはり難しいみたいですね。でももう大丈夫なんですよね。見た感じ随分と落ち着いてるみてえだが。ええ、経過を見る必要は一応あるでしょうけど、完全に制御できているみたいだし、多分大丈夫だと思うわ。そうか、ありがとう時坂君、それに君たちも。バカな。友明さん。あ、そういえばいたっけ。僕の夢が、僕の大望が、こんなはずはない。全てうまくいっていたんだ。そうだ、もう一度やればきっと。てめえ、そこまでです。ゲフ。京香さん、遅れて申し訳ありません。お疲れ様でした、お嬢様。 XRC の皆さんも。元アングレカムのメス犬の分際で。それ以上無様な姿を見せるものではない。あなたは。おじい様。大物のお出ましか。シオ君は久しぶりだな。京香君の連絡を受けて先ほど到着したばかりでね。初めての者もいるようだが、ひとまずは詫びさせてほしい。この度は申し訳なかった。よもやここまでの事態を身内が招いてしまうとは。事態を収拾してくれた諸君には礼を言っても言い切れないくらいだ。いえ、そんな。こちらこそ迅速な対応感謝します。そして、愚かなことをしたな、友明君。君のことはミクリアの実家からよろしく言われていたが、今回の一件以外にも様々な背任行為が明らかになっている。事態が収まり次第じっくり話を聞かせてもらおうか。ひとまずこれで一件落着ってところか。はい、大変でしたけど。あれ、でもなんか忘れてるような。肝心のやつがあったか。現在6時12分、ライブは5時からだったわね。もうクライマックス前じゃない。急がないと。車を出します。早速向かいましょう。お嬢様。なるほどな。昔から己の責務に誠実すぎるところがあったが、どうやら彼らと過ごすうちに殻を破りつつあるらしい。会長。私もそう思います。我が孫娘も含めて先が楽しみな若者たちだ。
ン先輩、やっぱり。でも最後の新曲は私たちだけじゃ。前を向きなさい。私たちは最後までスピカを貫くだけ。長かった記念ライブも本当にあっという間。名残惜しいけど次の曲で締めくくらせてもらいます。曲名は、ちょっと待った！待たせてごめんね。久我山リオン、ただいま到着したよ。マジで間に合った。ちくしょう、これだからスピカのファンはやめられねえんだ。待ってたぜリオン。おかえりリオン。まったく遅いのよ。みんな本当にごめん。あとは全力を出すだけだね。お願いします、リオン先輩。任せて。最後の曲は新曲。みんな思いっきり楽しんでね。いくよ、ウィッシュイングル。すごいわね、本当に。はい、生で見るのは初めてですけど。さすがに PV とはレベルが違うっていうか。ロックでもないのに痺れさせてくれるじゃねえか。願いの翼ですか。ったく、相当疲れてるだろうに。どんだけタフなんだっての。よかったな、久我山。うまくいったようだな。危うい場面もあったようだが、だが、
収穫は得られた。彼女の中の因子は完全に眠っていたはずだった。ミクリア智明、彼の小細工はただの後押しに過ぎない。つまりそういうことだな。ああ、やはりこの森宮にはいる。全ての異変のきっかけを引き起こしてきた存在、かの者に連なる落とし子が。今回の件で大体の場所も絞り込めた。計画の下準備は全て完了したと言えるだろう。共同戦線もあとわずか。それまでどうかよろしく頼む。こちらこそ先生。あれから10年、舞台は全て整った。さあ最後の詰めを始めよう。